こんにちは、片岡五郎のなんていうかなぼやき散歩でございます。この間少し早く終わっちゃったんですけど、それはなぜかというと、今日これからお話しする、大山の能舞台、この能舞台ですね、私の演出でお芝居をやったんです。でもね、なんですごいかっていうと、この能舞台のすごさ、しかし雨降ったら一番困っちゃうんですよね。平塚の、市民の人たちがですね、子供たちに何か芝居をやってもらおうっていうんでですね、歌、特に教えてたんです。それで芝居の部分は片岡さんにお願いしたいって言われてですね、私もよし、それだったらやろう。私の甥っ子のですね、西崎彩子さんが紹介してくれたんです。で、日曜日に教えに行きました。ところがこれが難しいんです。財団法人音楽文化創造生活、学生音楽指導員研究所ネットワーク神奈川っていうところでさ、私も通ったんですけど、これは覚えられなくてね、参りましたよ。まあ難しいっていうのはね、難しいんですけど、ほとんどこうやって読ませていただかないと、なんせ長いですから、大体は分かったつもりでも、はい、なんていうところですかっていうと、なっちゃうんですよ。08年から教えまして、その年の、11月1日に国際文化交流会コンサートで、平塚市の市川文化会館大ホールでやりました。大変の好評なんで、そしたら次から次とお話が来たんですね。横浜開港の150年記念に呼ばれ、それから大山文化、国際交流会にも呼ばれましてですね、それで講演をさせていただいたんですね。まあ講演と言ってもね、非常に難しいんです。特に文化庁文化芸術による創造の町大山の能舞台は、行くだけでも大変なんです。平塚駅からバスでですね、25分ぐらい乗って、大山の、それから降りて大山の山を登っていくんですね。登って、これも結構登るんですよ。そうすると能舞台があるんですけど、これは素晴らしい舞台です。私もこれで雨が降んなかったらいい芝居ができんだなって思いながらですね、やりました。夜の公演だったんで、どうやって照明で舞台を照らすか、これが面白かったんですね。舞台がですね、最後かぐや姫がですね去っていくんですね。国、自分の国へ帰るためにかぐや姫がいなくなると、順番に面白くって、ここの
能舞台がどん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 山に伝わっていくんです。で、かぐや姫を4人使いまして、それぞれの楽に1人ずつ立たせてですね、照明を当てるんです。で、4回あの山の中を歩いていける。これが受けましてですね、まあ大拍手。まあ私は演出をしまして、こんなに楽しい舞台はない、それぐらい自分ですもよし、これで終わりだった。いや、私は終わらないですよ、これからですからね。それではこの能舞台やって成功したことを喜びとしてお伝えしたかったです。それじゃあまた。